ポーズ笑って。ついていこう。誰か、おい、誰か、よう、いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。これを拾うことで得るものがあり、何かを失ったような、いや、深く考えるのはやめておくか。春日。はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません。飯までごちそうになっちまって。いや、ほんと。ハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで。何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ年でのトラブルは答えるからね。ほんとそうですよ。
キリュウさん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だってキリュウさんの力になりたいんす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ、ガスガ。はい、任せてください、キリュウさん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。キリュウさん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません、いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます店長。おい、ん？アロハ。うん？あら、お客さん？アロハ。お兄さん、ノリいいですね。ところでお兄さん、うちのお店のお客さんですか？ああ、春日一番ってんだ。
桐生さんが行きつけの店があるって言って連れてきてくれて。桐生さんの音めちゃめちゃ素敵だよね。桐生さん、あの寡黙でどこか影のあるく辛い過去を背負いつつも誰にも打ち明けず一人でお酒をたしなむ、あ、本当にそんな過去があるかは何も知らないけど、そんな空気を私は勝手にキャッチアップしています。声も眉間のシワも渋くて、もう一挙手一投でも時にはちょっとチャーミングなところも見え隠れしちゃったりして。私としたことがつい熱くなっちゃった。改めまして、私はケイ、このリボルバー。こちらこそ。ハワイには来たばっかりで。右なんだ、そうなの。アロハ。もしかして知らないの。コミュニケ。まあ簡単な。ハワイの、ハワイの人って知らない相手でも結構挨拶してるだけでいろんな人とリンクできるし、それをきっかけ私よそからハワイに引っ越してきたんだけど、しばらくなんで誰でも私と仲良くしてくれないんだ、ダメだよこれとか。試しに入れてみたこのアプリをきっかけにフレンドが増えて、今では前に住んでたとこより。そうなのか、確かに。もちのろい。おい、あ、マスター。早速マスターで。え、ああ見えてバリバリのヘビーユーザー。わかった。アロハ。アロハ。なんだか。じゃあアプリを見てみて。知れる一番もこれで、もっとこのまま。いいなあ。おい、そろ。はい。ねえ。おう、そうだ。え、フレンド登録、バイバイ、一番。またお店に遊びに来てね。キリュウさんも連れて。おう。わかりました。気合い入れるか。アロハ。調子良さそうだな。いらっしゃい。ありがとうございます。いらっしゃい。
アルハ。どうも。ハロー。こんにちは。ヘイヨ。ハロー。オス。ヘイ。いい感じの人がいるって言ってたけど。ハロー。ヨ。オス。そうだったはずか。なるほど。I'm gonna crush you! さっさと始めようぜ! やるぜ! おら! 俺の番か。俺の番だ! いくぜ!東京だけは勝ってやるよ。アロハ。Thank you。アロハ。ハロアルハありがとうな。アロハ。Thank you.
上昇！Thank you very much. You looking for a meeting? This ain't a show, dipshit. Lizzy! さっさと始めようぜ。俺の番か。ついてこれるか。シャー！加減しねえぞ。よし、やるぜ！やるぜ！Not so tough. 後悔するなよ。よし。俺の番か。オカサーファー登録無料。オカサーファー？もう欠陥品。オカサ。お兄さん、オカ今試乗キャンペーン中なんですよ。え？オカサーファーを援助。ああいいんです、知らないならそれで。ああ春日さんですね。ではこちら私を。ほう、はい、これは昨今流行りキックボードや自転車は自分で蹴ったり乗っかってるだけで。へえ、
そいつはす…実は以前ちょ…失敗さっき言った炎上事件…炎上…ああ、いや、ネットも当然…というと…その…ちょっと…マジの炎…いやはや、お恥ずかしい…あの後、私は深く反省し、うまくいかないこともたくさんあり、その甲斐もあり、今の丘サーファーは…ですが、一度ついた悪い今の丘サーファーには絶対の自信がある。なるほどな、そういう事情だ。それで、ここまで話を聞いてくれたのは春日さんが。本当にもうバカ。はい、こ…わかったよ。いや、へえ、歩くより速いな。なかなか快適じゃねえか。ひゅー、いいねいいね。お疲れ様でした。正直思っていたより全…ありがとうございます。おいおい、こいつらダセーな。なんなんですか。確かに以前の丘サーファーはそんなのし…いや、やめて。ああ、丘サーファーに乗ったもんだ。だからおめえらに傷とかつけてめえ。痛えな、痛えのか。語ってきやがれ。俺の番だ。うわっ、うわりゃ。俺の番か。うわっ、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 死ね。俺の番だ。うわっ、うわっ、俺の番か。悪くない気分だぜ。春日さん、お怪我はありませんか。なに、それよりお母さん。何度か蹴られちゃいましたが、でも念のためこれは私が持っそれで、さっき。なあ、気に入ったし今なら。で、登録すると。はい、丘サーファーへの乗車が禁止されているところ。ただ丘サーファーは電気で動く。充電はハワイに数箇所設置されて、充電には料金がかかってしまいますが、まとめてたくさん。丘チャージャーでは充電の他にも見た。了解、ありがとうございます。私もそれではしな。はい、か。やめ。蹴りを超えると爆発すると。よそ見するなよ。
うまいね。はい、はい、あのマッチングえでももじゃもじゃした頭で、あ、多分それ、あなたが山岡さん。あ、いえいえ、はじめまして山岡さん。千秋さんこそ思ったより嬉しい。はい、いや、こんな自分好みの素敵な、私もなんなんだ一体。あただよ。だ、人を見てわーはないだろ。すみません。いかにも私が。でそうか。なんだい。いや、さっきのカップルがあんたすごい。何言ってんだい。あたしの占いなんてインチキさ。恨まれたことは数。え、ああ、もしあたしが本当に占いができたなら。じゃあなん。ああ、なんだこれ。マッチングアプリだ。作った。ほら、アプリの名。ほんとだ、あたしの名前から取ったんだよ。マッチングだからマチコさん。あ、ああ、え、あんた知らない。すまん、そういうの。マッチングアプリってのは、で、自分の思考とかを入力すると、もちろん自分もお好みの人に連絡する。なるほど。メッセージをやり取りして、こいつはマッチングアプリはあくまでリア。あった後は。そりゃ当人次第だけどね。だいたいその後結婚するカップルもたくさんいるし。ちょめちょ。ああ、いや別に。それあたしだって作りたくて作った。ずっと占いとか恋愛相談とか高い金払ってこんな場。それで始めたのさ、作るのは。なるほど。まあでもまだ完成とは。ベータ版。ああ、あんたにわかるわけ。本来は全世界向けアプリとしてリリースしたい。ほ、でもなかなか登録してくれるユーザーが多くないと改善点が。そうだ。え、ああ、なんかモテなさそうだし暇そうだし。何言ってるんだよ。それに俺には心に決めた人。そんなこと言ってるからモテないんだよ。え、そんな占わなくてもわかるわ。誰かを思うのはいい。そもそもだけどね、いろんな女にモテた方が。え、と、例えばあんた買い物に行った時、人気のマグロの刺身。人気の刺身。そうだろ、それと同じだよ。誰に、誰からも買ってもらえないまずそう。でもよ。かー、何が純粋な愛情。言ってないです。これ見たことか。あ、このままじゃあんたはそのこと一生。そんな
こいつでいろんな女の子と駆け引き、それはあんたの思い人と、そででもよ、バカかあんたは。そ、浮気は彼女とか奥さんがいない。とにかくあんたが男を見、あんたが経験を積んで立派な男になる。本当かな。とにかく百聞は一見にしかず。よし、じゃあ。頼むぜ。よっしゃ。よし、目指すはデートだ。よろしく。いいね。よっしゃ、いい反応だ。喜んでもらえたみたいだ。はい、どうぞ。良いものをいただきました。これにしよう。なんて返そうか。
たぜ。ミスったな。なんて改装か。これだ。そうだな。いいね。よっしゃ、いい反応だ。なんて改装か。よし。なんて改装か。これにしよう。そうだな。面白い。喜んでもらえたみたいだ。これどう？ここはスタンプだ。喜んでもらえたみたいだ。ありがとう。よし、全力でアピールだ。そうだな。いいぞ。だぜ。いいぞ。やったぜ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。遅かったの。じいさんじゃねえか。どうだい、初めて。いやはや、なかなか奥が深いな。そうだろ。
自分ってのは分かっている対面だと、容姿や雰囲気で伝えたり、人間性ってのは結局そいつが何を言う言葉を人間をだから、普通に出会うよりま、なるほどな。あ、なんか思い当たることでもあんのかい。ああ俺その好きな子にひでえこといっぱい言っちゃった。もちろん自分としては思いを真剣に、結果的に俺の言葉で、だから言葉の大切さってのはよく大丈夫、このアプリでだ、あんたは多分いいやつだよ。本当かい。ああ、あた本当はあんたから登録料とかが、私はあんたの恋を応援する。え、ああ、あんたは貴重なサンプルユーザーだ。ありがとう。あ、でも勘違いし、このアプリは課金制でね、課金すればする、課金しなくてもうまくやれば全然大丈夫だけど。なんだよ、課金しねえとうまく。何甘ちょろいこと言ってんだい。きちんとアプリをアップデートし運営をつ、基本無料って書いてあるからって。なん、最近多いだろ、大して課金もしないくせ、どれだけアプリを作るのも運営。あんたは何を言って。ああ、こっちの、とにかくこれからも頑張、愛する女を振り向かせたいんだろ、ここハワイで男を。わかった。体が軽いな。アロハ。いただきます。ごちそうさま。 Thank you。 ハロー。調子だぜ。コツつかめたんじゃねえか。
するなよ。かかってきやがる。行くぜ。俺の番だ。俺の番か。I'll take your life! かかってきやがる。よし、やるぜ。俺の番か。俺の番だ。行くぜ。相手にならねえな。いい調子だぜ。か。はい。ああ。ほう。ねえ。いらっしゃい。ありがとうよ。またこうやって最強のパーティー再び。その最強駒それ。
どの曲にするかな。なかなかやるじゃねえか。強くなれるだよね。Hello.